ご紹介いただきありがとうございました。でまたこのような発表の機会を与えていただきました吉村先生に心に感謝申し上げます。私は、実はその質量分析全く分かりません。であとインフォマティクスも実はあまりよく分かっていません。じゃあお前何しに来たんやっていう感じなんですけども、ちょっとだけ自分の研究歴を自己紹介をさせていただきます。私は先ほどもご紹介ありましたようにマウスの発生学を特に研究してまいりまして、まあ、やっぱりこういう特にプロテオグリカンと発生とかそういったこともやっていました。でこういったその発生現象を理解するときにやっぱりキーワードになるのがある決まった時期である決まった組織だけに発現する遺伝子というのが非常にたくさんあります。でそういったそのスパシオテンポラルな遺伝子発現制御機構を理解するためにはやはりそのエピゲノムなどの、理解が必要です。まあ、特にエンハンサーがどこにあるかとか、あとじゃあそこにどんな転写因子がひっついていて、そこにどんなヒストン修飾があるかとか、そういったことがまあ非常に重要になってくるわけなんですけども、まあ、せっかくこの世の中にチップシックデータが非常にたくさんありふれていますので、そういったものを利活用すると、こういった疑問に、いち早く解決できるんじゃないかと思って、それでまあちょっと情報解析をいろいろ勉強してまいりました。で、まあその中からまあそのソフトウェアを開発したり、今日お話しするそのチップシックのデータベースであるチップアトラスなどを開発しております。でそのこのチップシックという言葉なんですけども、まあ、ご存知の方は非常に多いかと思いますが一応説明させていただきます。この技術を使うことによって、まあ、そのゲノムに結合しているタンパク質特にそのヒストンであったり転写因子の結合部位をゲノムワイドになおかつ定量的に、調べることができる手法になります。でどんな実験をするかというのを簡単にご説明しますと、まあ、こういうふうにゲノム DNA があってここになんかこう目的とするタンパク質、まあ、なんか転写因子だったり修飾ヒストンだったりするわけなんですけども、まず実験的に行うのがまずこのゲノム DNA を断片化します。でそうすることによってこの目的のタンパク質がひっついている DNA とそうでない DNA に分かれます。でこのひっついている DNA だけを取ってくるために、抗体で集める、免疫鎮抗ということをやります。でそうして得られた DNA 断片をハイスループットシーケンサーにかけてやると、まあ、こういうふうに、入力された DNA の、シーケンスが分かるわけです。で、まあ、ここまでがいわゆるベンチワークでありましてこの後そのコンピューターを使った解析になります。まずやるのがこの得られた DNA のシーケンスをゲノム座標に変換するというアライメントということを行います。まあ、例えばマウスとかヒューマンのゲノム DNA の配列っていうのは全部分かっていますので例えばこのフラグメントはクロモソーム1番のこの辺であろうとかこの配列はこの辺であろうとかこの配列はここだとかそういうふうにアライメントをどんどん繰り返していきますとこんな感じになりましてアライメントが密な領域とでそうでないスパースな領域に分かります。でその密であるとかスパースであるとかっていうのをもうちょっと客観的に決定するためにピークコールということを行います。まあ、ある統計学の手法を使って、まあ、この図の場合ではこの3箇所が、ピークコールされたつまり、統計学的優位にアライメントが集中しているということを特定していきます。まあ、これまでここまでがまあ大体チップシックの、解析までの流れなんですけどもこういったデータは、ゲノムブラウザーと呼ばれるツールで閲覧することができます。まあ、例えばここでは 7pα という転写因子のリバーにおけるチップシックデータのアライメントデータとピークコールデータを示していてで、ここでは例として FOXA2 という遺伝子の周りを表示しています。まあ、そうすることによってこの 7pα によってこの FOXA2 の発現が制御されているということが理解できます。まあ、他にもいろんなデータをこういうふうに並べることができまして、こういうふうな転写因子がこういうふうな細胞において、この FOXA2 という遺伝子の割にこういったところに結合しているというふうに理解することができます。で、こういうふうな図というのはよく論文などのフィギュアによく見られます。で、ところが問題がありまして、まあ、その FOXA2 が大好きな人にとってみれば、こういった転写因子によって制御されている、おお、すごいというふうになるわけなんですけども、じゃあ興味のない人にとってみれば、まあ、
あんまりどうでもいいような話なんですね。じゃあ、私の好きな遺伝子の周りを見たいと思って、こう、論文をめくるわけなんですけども、そういった遺伝子のデータっていうのは出てきません。じゃあ、どうするかということなんですけども、こういうふうな論文とかで報告されているチップシックデータは、すべてこの NCBI とか DDBJ のような公共レポジトリにデータが登録されています。じゃあ、なるほど。じゃあ、ここで行って、ダウンロードすればいいかと思うわけなんですけども、実際得られるのは、こういうふうなシーケンサーが読み取った配列情報しかありません。じゃあ、どういうふうに、可視化するかというと、先ほどのようなそのアライメントとかピークコールを行うための、コマンドライン操作を行わなければならないということで、なかなか厄介です。まあ、結構覚えれば、そんなに難しくもないんですけど、まあ、初めての人には結構厄介です。じゃあどうするかということなんですけども、そこで私が考えたのが、まあ、スパコンを使って全部計算してやればいいんじゃないかというふうに考えたわけなんです。で、そうして、アライメントとかピークコールをしたデータを、もう世の中にこう公開することによって、皆さんがそのチップシックデータを非常に楽に利活用できるんじゃないかと。そう考えて、チップアトラスというウェブサービスを開発しました。で、現在、約10万件近くの実験データを揃えていまして、特に多いのがヒューマンとマウスのデータでありまして、約4万件程度あります。で、他にもラットやハエ、線虫、酵母のデータを揃えています。で、そのデータの内訳を見てみますと、大半がヒストンや転写因子に対するチップシックデータでありまして、他にも DNA シックのデータなども集めております。で、どんなデータを処理して公開しているかといいますと、先ほど言いましたその NCBI などの、サイトに行くと、これまでに報告された全てのチップシックデータの配列生データがあります。で、それを全部ダウンロードしてきまして、このようにレファレンスゲノムにアライメントしてやることによって、まあ、ここでは3つの実験データの結果を、アライメントの結果を色分けしているんですけども、まあ、こういうふうなデータを閲覧することができるようになっております。で、またそのピークコールを行っておりまして、こういうふうにアライメントが優位に集中する領域を特定して、で、これもゲノムブラウザを通じて閲覧できるようになっています。で、もう一つ非常に重要なことをやっておりまして、それがサンプルメタデータのキュレーションという作業になります。まあ、例えばこの実験3つの実験データではこういうふうな ID があって、転写因子の名前とその使われた細胞の名前が誰が見ても分かるようにクリアに、書かれています。で、実はこれ、きれいに書いてるのは全部私がやっております。このサンプルメタデータというものを元に目で見ながらこうきれいに書き直していくんですけども、このサンプルメタデータというのは何なのかと言いますと、こういうふうなデータを登録する際に、データ投稿者がどんな実験を行ったかというのを、まあ、記述していくわけなんですけども、結構その記述されたものがサンプルメタデータなんですけども、その書き方が結構適当なんですね。で、例えばこれある実験データのサンプルメタデータなんですけども、まあタイトルがこういうふうにあって、セルタイプが ESC というふうに書いてるんですけども、まあこれ分かる人は分かるんですけども、これエンブリオニックステムセルズの省略形です。まあこういうふうな略記などは許さないということで、ちゃんとこういうふうに書くようにしています。で、チップアンタイボディ、オクト4というふうに書かれているんですけども、これ実は俗称でして、正式名称というか、オフィシャルジーンシンボルに直すと、PAU5F1 というのが正式名称になります。まあ、こういうふうに全部きれいに書き直すということをやっています。まあ、例えばこういうふうな8つの実験データのサンプルメタデータありますが、まあ、何書かれているか全然わからないわけなんですけども、私がこれを全部きれいにしていまして、抗原名と細胞名と、で、それらが由来する組織まで書くようにしています。まあ、例えばこのヘップ G2 というセルラインはリバー由来であるとか、そういうふうなところまで書くようにしております。で、現在そのチップシックのデータっていうのは世界中からどんどん報告されていまして、約1500件が毎月追加されていますので、全部そのキュレーションの作業を私がやっております。で、最近産総研にいらっしゃったその瀬瀬淳先生との共同研究によって、こういうふうなキュレーション作業を機械学習を応用して、もっと楽ちんにするということも行っています。まあそうすることによって、これらの実験データが、きれいなサンプルメタデータを見ながら、データを見ることができるようになっているんですけども、この
実はそのチップアトラスの特徴というのは、この一個一個の実験データをこういうふうに見ることができるということだけではありません。こういうふうな数千数万のデータを統合解析してデータマイニングができるというのが、このチップアトラスの大きな特徴になります。でこういった膨大な量の計算はすべて遺伝系のスパコンを使わせていただいております。で、そのデータマイニングのツールがこのチップアトラスのトップページにあるこの4つのツールになります。ピークブラウザー、ターゲットジーンズ、コローカライゼーション、エンリッチメントアナリスというツールなんですけども、まあ、今日はちょっと時間の都合上、このピークブラウザーとエンリッチメントアナリスについてちょっと詳しくお話したいと思います。で、まずこのピークブラウザーですが、これは興味のある遺伝子の周りにどんな転写因子がひっついているかとか、あと修飾ヒストンがどんな風に分布しているかというのを、ビジュアルで理解することができます。まあ、ここでは例として FOXA2 という肝臓の発生に非常に重要な遺伝子の周りを見ていきたいと思います。チップアトラスのピークブラウザのウェブページに行きまして、まずここで抗原と細胞のクラスというものを選んでいただきます。で抗原のクラスは、ヒストンとか RNA ポリメレースとかあります。で、あと転写因子などがあります。でセルタイプクラスというのはアディポサイト、ブラッドボーン、ブレストなどというふうな、カテゴリーに分かれています。でまあ、ここでは、マウスの転写因子を全ての細胞で表示しなさいというふうにセッティングしてやって、でこのボタンをクリックしますと、ここで選択されたデータが、ゲノムブラウザーの IGV に、ロードされるようになっております。まあ、実際ここに今ロードされてるんですけども、で、ここで見たい遺伝子の名前を入れます。まあ、例えば FOXA2 というふうに入れてやると、これ FOXA2 の遺伝子座でして、まあ、これがエクソン でこの細い線がイントロンを示していて、でここを転写回視点になっているわけなんですけども、まあ、こういうふうにいろんな転写因子がどんな細胞でひっついているかというのが分かるようになっています。まあ、例えば特にこの転写回視点ここにあってあるんですけども、こういったいろんな転写因子がリバーにおいて結合しているということから、この FOXA2 の発現はリバーにおいてこういった転写因子によって制御されているということが分かるかと思います。でまたこの FOXA2 のエクソンの部分においては、いわゆるポリフォームタンパク質群と呼ばれるものが ES 細胞において結合しているということから、この FOXA2 の発現は ES 細胞においてこういった因子によって、発現が抑制されているということが理解できるかと思います。でまた、この FOXA2 の遺伝子座からちょっと離れたこのノンコーディング領域におきましては、CTCF がいろんな細胞において結合しているということから、おそらくこのノンコーディング領域におきまして、いわゆるインスレーター活性がいろんな細胞において存在するというふうに理解することができます。で、ここに示してあるいろんな色のついたバーは、すべてのチップシックデータのピークコールデータをここにギュッとこう集めております。でこの色が意味しているのは、まあ、どのぐらいの強さでひっついているかというのをヒートカラーで表示してあります。で興味のあるところにマウスのカーソルを当てると、もっと詳しいサンプルメタデータが表示されますし、それらをクリックしてやると、こういうふうにアライメントデータも見ることができるようになっております。まあ、このように非常に簡単に、好きな遺伝子の周りに何がひっついているかというのが、理解できるようになっております。で、現在のところこのチップアトラスの中には約10万件の実験データが入っていまして、でその中から約10億本のこういったピークコールデータがあります。まあ、非常に膨大な量のデータなんですけども、それらを使って以降この3つの、データマイニングツールが、成り立っております。まあ、ちょっとこの辺は簡単にお話ししますが、ターゲットジーンズでは、好きな転写因子をクエリとして与えてやると、その標的遺伝子候補を探索してくれます。まあ、これはすべて、チップシックデータに基づいた結果になります。でまたコローカライゼーションというツールでは、クエリとして何か興味のある転写因子を入力すると、それらとゲノムワイドに共極在する可能性のある転写因子の名前を、出してくれます。まあ、これもちょっと時間の都合上割愛します。で4番目エンリッチメントアナリス、これなんかいろんな遊び方ができるツールなんですけども、まあ、例えば複数の遺伝子、もう100個とか1000個ぐらい遺伝子を入力してやると、それらをまとめて制御するマスター制御因子を探索してくれるというツールになります。で、
これなんかちょっといろんな遊び方ができるので、こんなことしたよということを簡単にこれからご紹介したいと思うんですけども、エンリッチメントアナリシスを使うことによって組織特異的遺伝子のマスターレギュレーターであったり、GWAS スリップ、まあ、疾患に関連するスリップの周りにどんな転写因子がひっつくか、あと、薬効の作用点となるような転写因子を特定したということでお話ししたいと思います。まず最初にこの組織特異的遺伝子群のマスターレギュレーターを特定したということでお話しします。このチップアトラスのエンリッチメントアナリシスのウェブページをここに示しているんですけども、こちら側とこちら側に、遺伝子の名前を入れてやることが できます。もう100個とか1000個とか入れることができるんですけども、まあ、ここでは例としてヘパトサイトで特異的に発現している遺伝子の名前を入れています。で、こちらが比較対象として、その他の組織で発現するような遺伝子の名前を入れています。まあ、こういったデータはすべてファントム5プロジェクトのデータを使わせていただいているんですけども、そうすると、あと、こちら、転写回視点からの距離、例えばプラマイ5キロというふうに設定してやると、こういった遺伝子の、転写回視点のプラマイ5キロにどんな転写因子がひっつくかというのを、探索して、こちら側に結合がよりエンリッチするような転写因子を探索してくれます。もうちょっと詳しくご説明しますと、こちら側がヘパトサイトだけで発現するような遺伝子です。で、こっち側はヘパトサイト以外で発現するような遺伝子だとします。で、このチップアトラスのエンリッチメント解析では、数万件のチップシックデータを全部見ていって、こちらとこちらに何個ぐらいひっつくかというのを全部カウントしてくれます。で、例えば、ヘパトサイトにおける FOXA2 は、こっちにはたくさんひっつくけども、こっちにはあんまりひっつかない。こういった場合は、エンリッチメントスコアが非常に高くなるといった計算をします。まあ、これはいわゆるフィッシャーの正確確率検定というのを行いまして、そのマイナスログを取っているわけなんですけども、まあ、こういったスコアを出します。で、他にも T47D という細胞におけるSTAT3 は、こっちにもひっつくけども、こっちにもまあまあひっつくと。こういった場合は、エンリッチメントスコアはちょっと下がってきます。で、また、B セルにおける CTCF は、こっちとこっち、どっちにも同じぐらいひっつくと。こういった場合は、エンリッチメントスコアは非常に低くなる。こういった計算を行っていきます。まあ、そうすることによって、こっち側にどれだけそのエンリッチするような転写因子があるかというのを探索することができます。で、こういうふうな、エンリッチメント解析は、これまで、転写因子の結合モチーフに依存した解析はよく行われていたんですけども、ここのチップアトラスでやっているのは、リアルなバインディングデータ、まあ、つまり全てチップシックデータに基づいているというのが大きな特徴になります。で、じゃあちょっと結果を見ていきます。ヘパトサイトで特異的に発現する遺伝子の周りに、どんなチップシックデータの結合がエンリッチするかというのを見ています。そのエンリッチメントアナリシスでデータをサブミットすると数分ぐらいすると、まあ、こういうふうなテーブル形式のデータが返ってくるようになっていまして、この1行1行がそのヘパトサイト特異的遺伝子の周りに結合がエンリッチするようなチップシックデータになります。で、特にここに、転写因子の名前と細胞の名前が書かれてあって、であとこちら側に、エンリッチメントスコアが表示されています。で、このちょっとこれ字が小さくて見えにくいですので、このエンリッチメントスコアをバーチャートにしたのがこの図になります。で、このエンリッチメントスコアが高い順にトップ15のチップシックデータを並べたのがこの図になります。で、そうすると結果は非常にクリアになっていまして、特にそのヘパトサイト遺伝子群の周りに結合がエンリッチするようなチップシックデータは、すべてリバー由来のヘップ G2 というセルラインにおけるこういった転写因子の結合がエンリッチするということが分かりました。で、特にこの HNF4 とか FOXA といった転写因子を含んでいるわけなんですけども、これらはリバーの発生とかヘパトサイト分化に非常に重要な転写因子として知られています。で、なおかつこういった転写因子を皮膚のファイブロブラストに強制発現させてやると、それらがヘパトサイトライクな細胞に分化できる。いわゆるダイレクトリプログラミングができるということが知られていますので、まあ、そういった、マスターレギュレーターをちゃんと拾ってきているということが言えるかと思います。で、またそのチップアトラスの中にはリバー以外のチップシックデータは非常に数が少ないわけなんですけども、それらが全て上位を占めているということで、まあ、そのデータの数によらずに
ちゃんと正しいものを拾ってきているということが言えるかと思います。でまた今度は血管内皮細胞で特異的に発現する遺伝子の周りに何が結合するかというのを調べてみたところ、ヒューベックという、まあ、血管内皮由来の細胞におけるこういった転写因子、特にそのタル、ジュン、フォスといった血管内皮の分化に非常に重要な転写因子が集まってくるということが分かりました。でその心臓血管系の蓄積データは非常に少ないわけなんですけども、そういったものがちゃんと上位に上がってきているということで、非常に解析がうまくいっているということを示唆しています。でまたマクロファージで特異的に発現する遺伝子の周りにどんなものが結合するかというのを調べると、まあ、上位を占めているのはほぼ全てがマクロファージにおける SPI1PU1 とも呼ばれますが、そういった転写因子が演立するということが分かりました。でこれはマクロファージ分化に非常に重要な転写因子でありまして、なおかつファイブロブラストをマクロファージライクな細胞にダイレクトリプログラミングができるということが知られていますので、まあ、ここでもちゃんとマスターレギュレーターを拾ってきているということが示唆されました。でまた T セルで特異的に発現する遺伝子の周りにエンリッチするものを調べると、全て血球系の、まあ、転写因子なんですけども、先ほどとちょっと異なっておりまして、特にそのリンパ球系の細胞もしくはセルラインにおけるこういった転写因子、特にそのミブという T セルの分化に非常に重要な転写因子が上がってくるということが分かりました。で現在までに T セルをダイレクトリプログラミングで作り出したという報告はまだありませんので、ひょっとするとこういった転写因子カクテルを強制発現させてやると人工的に T セルを作り出せるかもしれません。ですのでこういった結果をちょっとまとめていきますと、組織特異的なマスターレギュレーターを複数特定したということで、こういったデータは将来的にはダイレクトリプログラミングに応用できるのではないかと考えています。で2番目の、解析結果なんですけども、 GWAS スリップ、疾患と関連するようなスリップにどんな転写因子が結合するかというのを調べましたので、簡単にご説明したいと思います。GWAS というのはゲノムワイドアソシエーションスタディの略でありまして、まあ、疾患と関連するようなスリップを見つけるような研究プロジェクトです。まあ、例えばそのある、病気を持った人とそうでない人のゲノム配列を比較しまして、スリップがどこにあるかというのを調べるのがこの GWAS という研究になります。でところがこの GWAS は今非常に大きな問題を抱えています。それが、GWAS で同定されるスリップの9割以上がノンコーディング領域に存在するという問題です。まあ、例えばこういうふうに遺伝子の上にスニップがあれば、まあ、この遺伝子がおかしくなってその疾患につながるというふうに割と簡単に考えやすいわけなんですけども、実際はそうではなくて、こういったノンコーディング領域、特にインタージェニックリージョンにそのスニップが多く見つかるということで、じゃあどの遺伝子がおかしくなってその疾患につながるのかといった因果関係が非常に分かりにくいという問題があります。でじゃあ、どうしようかということなんですけども、こういったものっていうのはノンコーディング領域にあって、でそれから人のフェノタイプに関わるということで、何らかの遺伝子発現制御に関わるような領域にあるんじゃないか、まあ、例えばエンハンサーとかプロモーターのような領域にあるんじゃないかと考えられます。まあ、つまりいろんな転写因子によって制御されるような領域にこういったスリップがあるんじゃないかというふうに考えられます。じゃあどういった、こういったその転写因子の結合パターンを調べることによってその発症基準の理解につながるんじゃないかと考えて、じゃあそのどういった転写因子が結合するかというのを調べるためにチップアトラスのエンリッチメントアナリシスを使っています。で、先ほどはこちらとこちらに遺伝子の名前を入れていたんですけども、ゲノム座標も入れることができるようになっています。クロモソーム何番のどこからどこまでといったゲノム座標を入れるわけなんですけども、例えば乳がんと関連するスニップのゲノム座標をこちら側に入れて、でこちらが比較対象としてその他の疾患と関連する、その他というのはその乳がん以外の疾患と関連するスニップのゲノム座標を入れてやります。でそうするとこのツールはこっちとこっち比較して、こっち側の方により結合するような転写因子は何なのかというのを調べてくれます。でこういったそのスリップの情報というのは全て、エンブルの、GWAS カタログのデータを使っております。でじゃあこちらに何がひっついて
たかっていうのを、結果をお示ししますと、まあ、非常に見事なことに、ほぼ全てがブレストキャンサー以外のこういったセルラインにおけるこういった転写因子、まあ、特にそのエストロジェンレセプター1の結合が演出するということが分かりました。で、特にその乳がんの細胞の増殖とエストロジェンシグナルというのは非常に密接な関係にあるということが知られていますので、まあ、おそらくこういったその乳がんの患者さんに多いスニップにはそのエストロジェンレセプターの結合が阻害されて、それでなんかその乳がんなどにつながっているのではないかというふうに考えられるかと思います。で、また今度は炎症性腸疾患と関連するスニップの周りに何がひっついているかというのを調べたところ、まあ、上位にあるのは、スタットのような、炎症に関わるような転写因子と、あとマクロファージにおける SPI1 の結合がこのスニップの周りによく結合するということが分かりました。で、このマクロファージにおける SPI1 というのは先ほどの前のスライドのマクロファージ特異的な遺伝子の周りに結合しているものと全く同じものなんですけども、そういったものが上がってくるということが分かりました。で、特にその炎症性腸疾患の患者さんによく見られるんですけども、腸に在住しているマクロファージが非常に高い炎症性を示すということが知られています。ですので、ひょっとすると本来はこういった転写因子が結合しているサイトにスニップがあると、そのマクロファージの分化がおかしくなって、で、それがなんかこう高い炎症性を示すことによって腸に炎症を生じるんじゃないかと考えられます。で、またそのチップアトラスの中にはこのピンク色で示す腸管由来の細胞のチップシックデータ結構含まれているんですけども、そういったものはここに全く上がってこないということから、おそらくやっぱりその炎症性腸疾患のプライマリーな原因はこのマクロファージとかこの炎症性の血球な免疫系の細胞にあるんじゃないかというふうに考えられるかと思います。で、また今度は多発性硬化症という中枢神経系に炎症を生じる病気がありますが、そこにどんなものが結合しているかというのを調べてみますと、やはりこういったそのスタットのような炎症に関わる転写因子と、あとミブですね、これ先ほどの T セル特異的な遺伝子の周りに結合していたものと同じものが上がってくるということが分かりました。で、この多発性硬化症、まあ、なんかいろんな原因が考えられるんですけども、よく言われているのがその T セルとか B セルのようなリンパ球がブラッドブレインバリアを通過してしまって、で、そこでなんかこう中枢神経系をこう攻撃するということが知られています。ですので、こういった、転写因子の結合がこのスニップによって異常になって、その、まあ、例えば T セルとか B セルとかいったリンパ球の、性質がおかしくなる。で、そういったものがその中枢神経を攻撃することによって多発性硬化症につながるんじゃないかというふうに考えられるかと思います。他にもいろんな自己免疫疾患とかいろんな疾患に関してもやっているんですけども、その特に自己免疫疾患に関しましては炎症や血球分化に関わるような転写因子が演出したということで、まあ、こういった解析を行うことによってどんな転写因子の結合がそのスニップの周りに多いかというのを特定することによって、その疾患プロセスの分子的な基盤の解明に活用できるのではないかと考えております。ちょっとすいません。で、最後にちょっとチップアトラスの運営状況についてお話ししたいと思います。チップアトラス2016年ぐらいから公開しておりまして、もう毎月ほぼサボらずにちゃんと更新しております。で、毎月1500件ぐらいが大体追加されています。で、ちゃんと使われていまして、いろんな国内外のいろんなグループによって、ちゃんと引用されています。で、他のデータベースとの連携も含めていまして、まあ、こういったもの他のデータベースと連携しているんですけども、まあ、特に今日吉澤先生と森谷さん の開発されています JPOST とも今連携を深めておりまして、まあ、例えばそのプロテオームデータで出てきた、特に転写因子とかなんですけども、そういったものがじゃあ、ゲノムのどこにひっついているかというのをチップアトラスの方で見るというふうな連携を今構築しようとしております。で、あとちゃんといただくものもいただいておりまして、こういった予算統合化推進プログラムからご支援をいただいておりまして、あと3年間大丈夫です。続けられます。つまり私3年間サボれないということなんですけども、まあ、更新頑張っていきます。ですので
で、その統合化推進プログラムは、まあ、布教活動にもお金を出していただけますので、まあ、現在までにこういったところで出張講義とか学会などでお話しさせていただいております。で、特に最近ハンズオンセミナーとかもやっておりまして、皆さんパソコン持ってきていただいて実際に触っていただくといったこともやっています。で、旅費借金は一切いただいておりませんので、ぜひお気軽にお声かけください。で、最後に社事になりますが、本研究はいろんな方との共同研究の上に成り立っております。で、特に DBCNS の太田達郎さんはユーザーインターフェースの作成であったり、あとデータの整理の仕方とか、データベースの考え方などいろんなところでお世話になっております。で、また理研の塩井さんは構想段階から非常に関わっていただいております。で、また DDPJ の小笠原さん、奥田さんは、特にそのスパコンの利用についていろいろお世話していただいております。で、また NBDC の畑中先生はサーバーを提供していただいております。で、産総研の瀬瀬淳さんは、特に統計解析などについて、非常にいろんなアドバイスをいただいております。で、またお薬の話に関しましては九州工業大学の山西先生と岩田先生に、いろいろ指導を仰いで、解析を進めております。で、あとこういったところから研究費をいただいております。ご清聴いただきどうもありがとうございました。